9月11日の誕生花星咲山百合を紹介します。星咲山百合は日本原産の美しい百合で、星のような斑点模様が特徴です。特徴、葉は緑色で細長い楕円形の葉を持ちます。葉は光沢があり、茎に母性して映えます。白い花びらに黄色い筋と赤褐色の斑点があり、まるで星が散りばめられたような模様が特徴です。花の直径は約20から25センチメートルで、大きく豪華な花を咲かせます。茎は直立し、高さは 1.5 から2メートルほどになります。茎は太くしっかりしています。開花時期は7月から9月の夏から秋です。花言葉、荘厳、大きくて豪華な花が荘厳な雰囲気を醸し出しています。純潔、白い花びらが清らかな心を象徴しています。高貴、気品ある姿が高貴さを表現しています。歴史と文化、星咲山百合は日本の山地に自生する山百合の一種で、特に関東地方に多く見られます。その美しさから古くから観賞用として愛され、庭園や花壇で育てられてきました。また香りが非常によく、夏の夜を彩る花としても親しまれています。育て方、植え付け場所は日当たりの良い場所を好みますが、暑すぎる場所は避けます。半日陰でも育ちますが、日光が適度に当たる場所が理想的です。排水性が良く、肥沃な土壌を好みます。やや酸性の土が適しています。水やりは強度が乾いたら適度に水を与えます。過湿に注意が必要です。成長期には定期的に肥料を施します。特に開花前には追肥を行うと良い花が咲きます。まとめ、庭や鉢植えでその美しい花を楽しむことができます。特に夏の終わりから秋にかけて庭を彩る花として人気があります。星咲山百合は切り花としても非常に人気があり、フラワーアレンジメントやブケに使われます。またその香りも楽しむことができます。星咲山百合はその荘厳で美しい花から多くの人々に愛されています。庭や室内を彩るためにぜひ星咲山百合を育ててみてください。